よろしくお願いします。としのみゆです。ということでね、今回は僕と一緒にプランクをしていく動画です。毎日続けることで効果があるトレーニングみたいなので、ぜひこれを見ながら毎日一緒に続けていきましょう。それではですね、うつ伏せになってもらって準備をしてください。では僕が時間を数えていくので、それに合わせて頑張っていきましょう。はい、ではまず基本のプランクからやっていきましょう。じゃあ、3、2、1。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、20。1、2、3、4、5、6、7、8、9、30。1、2、3、4、5、6、7、8、9、40。1、2、3、4、5、6、7、8、9、50。1、2、3、4、5、6、7、8、9、60。はい。お疲れ様です。では、30秒休憩です。ゆっくりと休んで、次の体勢に備えるようにしてください。では、次は、片足を床から離した状態で、体幹を崩さないように、プランクの姿勢を維持します。それでは、まずは、右足を上げた状態で、プランクをしていきましょう。それでは、3、2、1。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、20。1、2、3、4、5、6、7、8、9、30。はい、お疲れ様です。では、もう一度30秒休憩を入れていきましょう。30秒の休憩はこれからも毎回挟んでいくので、しっかりと一つの動作を終わったら、次の動作に備えてしっかりと体を休めるというのをやっていきましょう。今度は左足を上げて、先ほどと同じようにやっていきます。では、左足を上げて、3、2、1、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30。はい。お疲れ様です。次は、動きを加えてやっていきましょう。プランクアップダウンをやっていきます。今まで、肘で支えていた体を、手のひらで支える腕立て伏せのような状態にして、また、肘で支える形に戻す、というのを繰り返していきます。では、片腕ずつゆっくりとしっかりと動かしていきましょう。では、3、2、1。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、20。1、2、3、4、5、6、7、8、9、30。1、2、3、4、5、6、7、8、9、40。1、2、3、4、5、6、7、8、9、50。1、2、3、4、5、6、7、8、
9、60。はい、お疲れ様です。それでは次が最後になります。最後は、スパイダープランクをやっていきましょう。通常のプランクの姿勢から、片足を上げて、膝を肘に近づけるように動かします。外側に円を描くようにして、しっかりと足を動かしましょう。動かす足に気を取られて、姿勢が崩れてしまわないように、上半身をしっかりと意識して頑張ってください。それでは、3、2、1。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、20。1、2、3、4、5、6、7、8、9、30。1、2、3、4、5、6、7、8、9、40。1、2、3、4、5、6、7、8、9、50。1、2、3、4、5、6、7、8、9、60。はい、お疲れ様でした。これでワンセット終了です。お疲れ様です。今日の体の調子はどうですか？もしまだ余裕だったら、しっかりと休憩をとってから、ここで最初に動画を戻して、もう一瞬頑張りましょう。そうでなければ無理はせず、今日はここまでにして、また明日、頑張っていきましょう。もしもね、筋肉痛が出ている時とかは、トレーニングの効果が落ちてしまうので、その時はね、僕の別の動画を見て、しっかりと癒して、一日空けて頑張ってください。それでは、お疲れ様でした。またねー。バイバーイ。